皆さんこんにちは、ピチです。今回は日々を充実させるための手帳、日常の記録管理をしてくれている手帳についてご紹介できればなと思います。気になる方は最後までご視聴してくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。バインダーはブレイリオさんのモルビドリモーネのミニ6サイズを使っております。はい、結構ふかふかしていて革の手帳に比べると軽いので持ち歩きとかにもね最高の手帳だと思います。まずはじめに自分が作ったちょっと夏を意識したディバイダーを入れてあります。この裏にはですねポイントって書いてあるんですけど、 YouTube だったり Instagram で活動する時のなんか注意点みたいなのをメモしてあります。で、付箋置きがあって、日常を整える手帳にしたいので、人格を磨くことについて、なんで磨くのかとか、どうやって磨いていくのかとか、そういったことを書き溜めております。それから、自分がどんな風に生きていきたいのかとか、人生の目標というか、そういったものが書いてあったりとか、あとは自分の価値観について少しずつ書き溜めていっております。なんかもやっとしたり、なんかこう大きな出来事があった時に深掘って価値観が隠れてると思うので、そういったものをちょっと見つけてコツコツ書き溜めてってるっていうものです。はい、あとは SNS での目標だったりとか、 SNS をやる上での心得というか心持ちというか、そういったものも記録しておいてあります。で、自己投資をどんどんやっていきたいなっていうふうに思っているので、自己投資とはどういったものかとか、そういったことを自分で調べた時のメモが挟んであります。で、これは自分が本を読んで、ここのフレーズ好きだなって思ったフレーズを書き抜いて貯めといてあります。これを読むとちょっとモチベーションが保てたりとか、よし頑張るぞみたいな気持ちになれたりとかするので、おすすめです。で、なんかちょっと自分がテンション上がるような写真なんかも挟んでいて、で、ここからは4月から始めたんですけど、4月の思い出、5月の思い出、これも5月ですね。で、6月の思い出みたいな感じで、月ごとに思い出を写真に撮って残しておいてるページです。まあこれ後からちょっと見ると、あ、そうだ、4月に映画行ったよなとか、あ、5月にお味噌作りしたよなとか、オフ会があったよなとか、なんかこんな風に目次代わりにもなると思うので気に入っております。1年間こう見た時に楽しみだなっていう風に思っています。で、次はですね、ノックスの週刊バーチカルのリフィルを使って、1週間どんな感じで自分が過ごしていたのかっていうのを俯瞰するためのページになっています。先にお見せすると、こんな感じで赤ペンだったり、青ペンだったり、まあ色がこうつけてあるんですけど、これは色分けリストって書いてあるんですが、優先順位度が一番高い A は、目標とか自己投資に使えた時間を示しています。で、B は、普通のトゥードゥですね。家事だったり、人からの頼まれ事だったり、まあ、夢、目標叶えるためだったり、自己投資以外のトゥードゥになります。で、C は、娯楽。で、緑は人と会っている時みたいな感じで色分けをしています。なので、よいしょ、
こんな感じで、あ、今週赤多いな、じゃあちょっと今週は自分の理想や夢に近づくための時間結構取れたんだなとか、視覚でこうすぐ見てわかりますし、余裕がある時にはそれぞれ集計をして、なんか先週と比べたりとかして、あ、今週はこの時間が多く使えてるなとか、なんかそんな風にいろいろ俯瞰して見るページです。これをちょっとやるようになってからですね、最初は目標とかに夢とかを叶えるための時間というか、あの費やす時間が4時間程度だったんですけど、14時間とか20時間とか、こんな風に少しずつ自分で意識することができたのか、増やせることができるようになってきました。なのでちょっと自分が1週間どんな風に過ごしているのかっていうのを気になる方は、あのやってみることをおすすめします。で、週刊バーチカルだと、あのそんなに M6 サイズの週刊バーチカルだと詳しくは書くスペースがもうないので、バーチカルタイプがちょっと苦手だなっていう方でも、ほんと一言ちょっと書くだけで全然埋まってしまうので、あのバーチカルちょっと苦手な方も、もしかしたらミニ6の週刊バーチカルだと意外と使えるかもしれません。はい、でこれが、1年分入ってます。2024年の3月まで入ってますね。で、次振り返りページです。ここはダヴィンチのフリーウィークリーに1日の反省だったり、まあ、気づきだったり、まあ、何でもいいんですけど、とにかく1日を振り返って一言書くようにしています。はい、で大切なことは赤だったり、気づいたことは黄色だったりとか言ってカラーペンでつけたりとかしています。はい、で、次がですね、手帳のケア記録っていうので4月から取り始めました。何月何日どの手帳にどの、オイルを塗ったかとか、そういったことが書いてあります。で、こちらは文具の規定っていうことで、お金を使いすぎないように、自分の趣味、文房具、これ文房具なんだよな、間違えちゃってますね買う時にの心得的な掟ですね。シールは楽しむとか、スタンプはうちにあるものでやりくりしようとか、まあそういったことをちょっと書いてあります。はい、でここは自分のお小遣い帳になってます。ウィークリーで、これ2022年のやつで、実はもう余ってる、家に余ってたウィークリーリフィルを使ってるんですけど、日にちだけあればもう十分かなっていうことで気にせず使ってます。で、ノーマネーデーの時はマスキングテープを貼って、でちょっとお買い物した時はまあちょこちょこと書き込むみたいな感じにしてるんですけど、これも振り返った時に、あ、この週はマスキングテープいっぱい貼ってあるから、抑え目で過ごせたなとか、この週は2つしか貼れてないから結構買いすぎちゃったなとか、そういったことがパッと見てわかるような感じになっています。はい、でこれも今年分12月まで入れてありますね。はい、でこの次はですね、最近勉強を始めたので、勉強のログを取り始めました。最初は自作リフィルでやってたんですけど、今はこのマルマンさんの書きやすいルーズリーフミニっていうものを、この上の部分とちょっとここの下の部分を切り取って穴パンして、こんな感じで、記録してってます。まあここにはやったことで、ここはバーチカルになってるので時間で、トータル時間っていうのと、あと後ろのページにメモとかを書いてありますね。はい、であとはちょっとこう何かあった時用に、よいしょ、試し書きとかですね、なんか メモみたいな感じで入れてあります。はい、
こんな感じで、これが私の日常だったり、日常ですね、日常を管理する、日常を充実にさするための手帳という感じになっております。はい、基本的にこれは家置きになってるんですけれども、毎日記録する手帳となっております。はい、ということで、皆さんの参考に少しでもなれれば嬉しいです。もし何かご質問等ありましたら、コメント欄や、ライブの時にお声かけください。ということで、最後までご視聴してくださりありがとうございました。ピチでした。バイバーイ。